どうもおはようございます。中野敦です。それでは動画を撮りたいと思います。今日の動画について話したいと思います。この後にロト6の予想をして、予想を得た感想について話して、最後にそのロト7の予想をしたいと思います。今日のメインはロト6とロト7のダブル予想。どれぐらいかな？ 1 時間半から2時間ぐらいのライブ配信になるかな？多分それぐらいのライブ配信になると思うけど、見ていただけたらありがたいです。ライブ配信始めたのが3月の中旬ぐらいからか、その本格的に、ロトの予想のライブ配信始めたのがそれぐらいで、平均して1時間ぐらいのライブ配信やと思うねんけど、今日から少しずつその時間を伸ばしたいと思います。まあまだ体がちょっと慣れてないから、そんなものすごい長いライブ配信にはならないとは思うけど、だから体が慣れたら本当に3時間とか、それぐらいのライブ配信しようかなって考えてます。まあ見てくれるかどうかっていうその不安はあるけど、それぐらいまで、最終的には、撮ろうかなって考えてます。まあ今日は多分1時間半前後じゃないかな。長くても2時間ぐらいのライブ配信にはなると思うけど。それから、ロト6は、この前が10番台から始まってんのかな。だからかなり難しかったから、時間かけてじっくりと予想したいと思います。それでは、この後、ロト6の予想をします。それでは、この動画はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。